金出して。え？金出して。え？うん。おい。
Yeah. Huh? Whoa. Oi.
それがあんたの息子か。キリュウ、お前、いつからそこに？いい女だな。趣味のいいガキだ。まあ、悪かねえ。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か？いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。旦那じゃないですか。うん、誰だお前。俺ですよ。もしかしてお前田村か。そうです。いやお久しぶりです。お前死んだはずだったんじゃ。お恥ずかしいことで、外じゃそういう話になってるみたいですね。青木からでも聞いたんですか。ああそうだ、俺の事件を追ってて東京湾に浮かんだって。さすが花屋さんだ。完璧に情報でっち上げてくれたんですね。どういうことだ。実は5年前サイの河原に入ってボスと知り合ったんです。そして情報屋としての自分が足元にも及ばないことを感じてね。それで姿を隠してボスの部下として働こうと決めたんですよ。でもどうして死んだなんて嘘。まあ俺には幸い嫁も子供もいなかったんで、別に死んでも悲しむ人間ありゃしない。それならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてね。それで花屋さんに頼んだんです。そうか。でも青木は今でもお前のことを探していたぞ。そうですか。
やったな。俺のことは青木には黙っていてください。お願いします。ああ、わかった。それじゃあまた。何の真似だ。くそ、教官逃げろ。うん、一人か。待てよ、何か勘違い。うるせえ、組長に言っとけよ。娘さんは、教官は俺が幸せにしますってな。やるしかねえんだ。
そ、頼む、見逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。え、じゃああんた後部組？違う、訳を話せ。どうなってるんだ？追われてるんだ俺たち。強化の親父、後部組から。何があった？強化が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ？デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた悪いけどもう行っていいか。ダメだ。お前ら、タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞこれ。なんだおっさん。行けよ高志、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと？行け。すまねえ。おっさん、今さら謝っても遅いぞ。おい、一つ貸しとくからな。高橋のことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。辻門が網張ってるからな。なんでそこまでするんだ？あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の？組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。手間のかかるガキだ。Yeah!
おい。どきなさい。私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずくでも。高志はどうする気？お嬢をたぶらかしたガキです。きっちり落としまいつけさせていただきやす。そんな。違うの。私が一人でお金を持ち出したんだから高志は関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。京花、下がってろ。ずっと前に決めたんだ。俺は何があっても京花を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ。引っ込んでろ。そうはいかねえ。あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。死ぬ気か。殺すじゃボケ。大した根性だな。この人数相手に。話は締めだ。やれ。高志。ああ、取った金は置いてけ。ずうずうしすぎる。分かったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、あげくにはメールで組み抜けるってか。は、黙りなさい。いいよ高志、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、
お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。たかし、俺、俺確かに今は半端です。でも目いっぱい働きます。頑張って頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。高志、よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え、京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れついた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。花から組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父、俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。
マジで勘弁してください。おお、どいてよ。おお、急いでるの。そん、キリュウ。ああそうだ、そういえばタカシの連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。京花って女の親父さんか。俺にくれるのか。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。まあせっかくの差し入れなんだ、もらっとけ。ああ、それから実はこの地下街にはちょっとしたカジノがあるんだが、お前も入れるようにしといたから、暇があったら行ってみな。はい。 I don't think I'm ready, no not for that jelly, my honey, like Winnie the Pooh.